ジョーザ・プラマー、ジョーザ・プラマーの文字通りの意味は、廃管行のジョーであるが、ここでは、アメリカ合衆国オハイオ州、ホランド在住の男性サミュエル・ジョセフ・ワーゼルバッカーを、指す。彼が全米で一躍脚光を浴びたのは、民主党大統領候補者、バラク・オバマ上院議員に、その遊説先で、オバマの課税計画に質問を投げかけたことに始まる。 大統領候補による最終討論会を前に2008年10月11日にオバマはオハイオ州を遊説した。ちょうど自宅の庭で息子とフットボールをしていたワーゼルバッカーはかねてより共和党支持者であったがオバマに課税プランについて質問をする機会を得た。質問の内容はワーゼルバッカーは年間収入25万ドルから28万ドルの 会社を買い取ることを検討しているが、オバマの課税プランによれば現在以上の税負担になるかということ。さらに、その計画はアメリカンドリームに対して後ろ向きの考えであることを指摘した。また、ABC の取材に対し、オバマの年収25万ドル以上の国民税率を3%引き上げる公約を非常に社会主義的な意見であると批判した。一方、 ニューヨークタイムズは、ワーゼルバッカーの事業規模なら、オバマの増税対象にはならないと反論した。また、マスコミは、ワーゼルバッカーが無免許の配管行であること、所得税の滞納をしていることなどを書き立てた。共和党大統領候補ジョン・マケイン上院議員は、ワーゼルバッカーの発言を挙げて、オバマに発言の真意を正し、キャンペーン CM を作った。 ジョーザ・プラマーという言葉は、討論会で23回以上発言されたという。ワーゼルバッカーは、男性、白人中間層の典型とされ、両陣営で扱われたことから全米で時の人になった。自宅の庭先で、マスコミのインタビューにたびたび応じている。しかし、度重なるマスコミの取材に、全く呆れ返ると不平の声を口にした。10月29日。 共和党のサラペーリン副大統領候補の集会で演壇に登場し、マケイン支持を正式に表明する場になった。翌30日、マケイン候補の遊説に現れる予定だったが、手違いで会場には現れなかった。また、マスコミの取材に対応するため、マネジメント会社、ザプレスオフィスに依頼し3人のマネージャーを派遣してもらった。2009年、 イスラエルのガザ侵攻に際しては、米保守系、サイト、パジャマズメディアの特派員として、イスラエル入りした。イスラエルの、普通の人の見解を取材するという。AP 通信によると、ハマー,ースのロケット弾攻撃を受けた都市を取材し、イスラエルのガザ攻撃に支持を表明。イスラエル南部のアシュケロニ市長と会見し、イスラエル支持のお礼に、ロケット弾の模型をもらったという。 2011年10月7日に、2012年11月6日に行われる、オハイオ州第9選挙区での共和党会員の指名獲得のため、会員選への出馬を表明した。また2012年2月10日には2012年、アメリカ合衆国大統領選挙の元共和党候補者、ハーマン・ケインが会員選に出馬する彼への全面サポート指示を表明した。 彼はケインが提唱していた、999タックス、政策を支持していた。マケインとペイリン漁師、オバマ氏税制案への批判展開。CNN、2008年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年11月6日閲覧。毎日新聞2008年10月19日号、アメリカの選択。8年大統領選注目の的。 ハイカンコウのジョー。毎日新聞2008年10月30日号勇刊アメリカの選択。8年大統領選。ハイカンコウのジョー・マケイン氏支持マケイン候補。ハイカンコウのジョーはどこ日テレニュース24。2009年6月14日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年11月10日閲覧。今やセレブ。ハイカンコウのジョーにマネージャー3人。 バラエティジャパン。2008年12月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2008年11月10日閲覧。AFP 通信廃刊光から、戦争特派員、ジョーが、紛争劇下のイスラエル取材へ2009年1月10日21時25分発信地、ワシントン DC、米国、MSN ビデオ、廃刊光のジョーが、戦争特派員に、イスラエルから、 現地報告、クレベル、コムハーマン会員遠藤鈴、オハイオコングレッショナルキャンディデート、ジョーザ・プラマー。ありがとうございます。